3ピースになってるでしょ、これね。この3ピースになってるってことは本物のね、R グリルですよ、これね。角型のリフレクター、通称角リフ。非常にね、レーシーなのはね、ここのビューですよね。アイドル HC 特殊というシールが貼っているので、おそらくはあれだとは思われますけども、ちょっとエンジンを見てみましょうね。かわいい。出ましたね。やはりでしたね。やはり S、 今日も車好きのワンちゃんがね来てますね。うわ、なんだ、旧車が好きかな。外国のワンちゃんですね。たくさんの旧車に会えて喜んでますね。適当なこと言うてんと腹立て。日本の旧車がね好きみたいですね。はい、ここにね、ケンメリがありますね。このケンメリはね、過去に撮影させていただいたことがある関西特殊車両部のね、ケンメリですね。このケンメリもね、非常にオーナーさんのセンスがね詰まったケンメリなんですよ。 R 仕様がバッチリ決まってるんですよね。で、オイルクーラーがついてますけども、もちろんこのオイルクーラーはハッタリではありませんよ。走りの一台ですね。で、ケンメリのね R 仕様はね、このグリル、これね、3ピース、もしかしたら3ピースになってるかもしれないですね。3ピースになってたら本物の GTR 用のグリルですね。ね、これね、皆さん見てください。3ピースになってるでしょ、これね。この3ピースになってるってことは本物のね R グリルですよ、これね。はい。で、このねケンメリのかっこいいとこ、このねバーフェンにバッチリとねつらつらに決まったこのマーク3なんですよね。これこのフカリムのねマーク3ですよ。このつらつらに決まってますよね。ね、まあケンメリはねここから見るのがかっこいいんですけど、このケンメリは特にねこっから見てもらいたいですよね。非常にハの字がね決まっている、バッチリハの字がね決まってますよね。このオーバーフェンダーのこのアーチとこのケンメリのねこのハの字のアーチですよね。これがリンクしているこの感じがね、僕はねめちゃくちゃ好きなんですよね。まあ、あのケンメリってね車高を落とすとね勝手にハの字にはなるんですけどもね、それがねこのオーバーフェンダーのねこのアーチとねリンクするんでね、非常にケンメリっていうのはねこっからのビューがねかっこいいんですよね。で、これ角リフですよね。角型のリフレクター、通称角リフ。47年と48年しかまあのついてないというね角リフで、リアガーニッシュはね GTR、 これ GTR 用でしょうかね。これでもこのスカイラインのねこれもね GTR 本物っぽいですよね。本物と同じ感じですよ。黒にシルバーの縁取り、はい。でフロントが本物だったんで、これもしかしたら本物なのかもわかんないですよね。でケンメリはね本当にかっこいいですよね、このマルテールがね。でドラフターバッジとね、これがね、まあ、R のフォントがねこの右足が細長かったら本物というか、まあ、あの197台しかないやつなんですけど、これはリプロ品かもしれないですね。で室内もね非常にスパルタンですよね。アルミのメーターパネルに、でダッツンコンペで、レカロシートですよね。まあ、このレカロシートが白と黒なのはねボディカラーとねコーディネートされてるんでしょうね。でクーラーがついてますんで、夏でもね快適に乗れるケンメリなんですね。でエアコンの吹き出し口がね角型なんで、これは前期ですね。で室内はね綺麗ですよ。ロールケージを組まれててね、これも走りの1台ですよね。というわけでね、オーナーさんのセンスを感じるケンメリ R 仕様でしたね。はい、ここにね箱スカの R 仕様でしょうかね、箱スカの2枚の箱スカがありますね。まあ、GTR グリルね、このグリル、まあ、46年式か47年式ですよね。
ちょっとどちらかわからないし、ハコスカの R 仕様、まあ、R 仕様だと思いますね。ガラスがちょっとね青っぽいんで R 仕様だと思うんですけどもね、ちょっと見ていきましょうね。でね、非常にねレーシーなのはねここのビューですよね。前後にオーバーフェンダーが取り付けられているタイプ。まあ本当の R っていうのはね、前にはねオーバーフェンダーつかないんですけども、でもこの前にもねオーバーフェンダーがつくことでね、非常に戦闘力を増すというんでしょうかね、かっこいいですよね。僕は前後につくタイプの方が実はね好きですけどもね、はい。で渡辺、まあハコスカはね定番なんだけども渡辺がかっこいい。でまあ、あの前にねオーバーフェンダーが張ってるんで、当然フロントからね極太の渡辺ですよね。でね、かっこいいなと思うのはこのホワイトレターですよね、東洋タイヤっていうね、このホワイトレターがちょっとねレーシングカーっぽさをね増してますよね。で僕ね好きなのはこの艶消しの黒ですよね。この艶消しの黒、このオーバーフェンダーはね艶消しの黒になってるのがね僕は好きなんですよね。で赤バッジはね GTR の証で、リアもね極太でスカリムですよね。極太の渡辺を履いている。で当然ねリアのねオーバーフェンダーも艶消しになっている。艶消しはねなんかねあの スパルタンなイメージなんでね、非常にかっこいいですよね。でリアもね非常にかっこよく決まってますよね。このつらつらにね決まったこの渡辺ですよね。オーバーフェンダーギリギリまでね張り出されたこのタイヤ、これがね非常にスパルタンじゃないですか、ね、でまあ R のねバッジを貼って、で板っぱねを装着して、まあ GTR 仕様が完璧ですよね。で室内はねダッツンコンペですよね。でタコメーターは追加のタコメーターがね装備されていて、非常に戦闘力を増してますよね。でパワーウィンドウが見えるんで、もともと GTX だったんでしょうね。シートはレカロシートで、これもね非常に内装がね綺麗ですよね。非常に綺麗な内装となってますよね。というわけでね、非常にかっこよく決まったハコスカ GTR 仕様でしたね。この R のオーナーさんですか？いや、あの、そうです私あの旧車系の YouTube やってます、尊敬というよろしくお願いします。この辺のオーナーさんですか？車の、そう、オーナーさん、こっちです。この R のオーナーさんですか？あ、ちょっと声でわかるよね、うん、あ、見ていただいてるんですか？耳についてるから、 ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。煙の手上げ、はい、そうです、あそこに止まってますドンキンマニアですか、もしかしてマニアなのか なやつおるか。はい、ここにね2ドアのハコスカがありますね。綺麗なハコスカ、エンジンルームが空いている。で、ここにねアイドル HC 特殊というシールが貼っているので、おそらくはあれだとは思われますけども、ちょっとエンジンを見てみましょうね。かわいい、出ましたね。やはりでしたね、やはり S20 が搭載されていた GTR だったんですね。これね、でもね皆さん、僕結構 GTR はね見させていただきましたけども、このエンジンルームはこれめちゃくちゃ綺麗ですよ。めちゃくちゃ綺麗なエンジンルーム。このタペットカバーといいね、エアクリーナーといい、ビッカビカですよこれ。レストはしたてなんじゃないでしょうかねこれ。タコ足も綺麗ですね。このタペットカバーですよこれ。これ見てください、これちょっと本当に最近結晶塗装したんじゃないかっていうぐらい、この輝きですよ。これちょっとすごいな。でこちら側からもねちょっと見ましょうね。このエアクリーナーですよね。これなんかこのシールとかもねこれ残ってますよ。こんなん見たことないですよ。でね皆さん、これね赤いのがまあエアクリーナーなんですけど、
本当のエアクリーナーっていうのはこれなんですね。ここがエアクリーナーで、こっからきれいにした空気をこのソレックスにね、あの行き渡せる、これはただのボックスなんですね。いやしかしね、非常に綺麗なねエンジンルーム、このねグレーのタペットカバーでね、この真っ赤に光るこのエアクリーナーボックスですね。もうこれが非常に綺麗。まあそれだけじゃなくてね、各種パーツですよね、こういうドアキャッチっていうんでしょうかね、このパーツがねいちいちで新品なんじゃないかと思うぐらいの輝きですね。でソレックスもね非常に綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですよね。これ極上というね、そういうコンディションもねこの車のためにあるような言葉なんじゃないでしょうか。非常に綺麗なエンジンなんですね。それでね、まあオーバーフェンダーはねリアだけのタイプ、まあ GTR なんで当然なんですけども、で渡辺ホイールを履いている。まあ GTR はね、アコスカ GTR は渡辺ホイールがね定番なんだけども、これが一番似合うんですよね。シルバーに塗装されたこのボディとでこの渡辺っていうのがね非常にかっこいいですよね。正統派なんだけどもこれが一番かっこいいと僕は思いますね。でこういうねバッチとかがいちいち綺麗なんですよ、めちゃくちゃ綺麗で、オーバーフェンダーはね、まあ、あの艶消しタイプでいいんでしょうかね。本物の GTR のオーバーフェンダーはね無塗装らしいんですけども、こちらは、まあ、無塗装にも匹敵するね艶消し、まあ、艶消しのオーバーフェンダーっていうのは僕何回も言ってますけども、僕はね戦闘的な感じがしてね非常に好きですね。で、ね、リアからもねこの R の迫力をね堪能してくださいよ。このリアだけオーバーフェンダーが装着してるんだけども、角にね太いタイヤじゃないと、あの太いタイヤをはめてないところがかっこいいんですよね。こういう控えめなのが本物の GTR のねかっこよさなんですよね。まあ、あの太いタイヤもねもちろんかっこいいんですけども、こういうね上品なというんでしょうかね、控えめな改造っていうのが GTR のね、まあ大人のね改造っていう感じがしますよね。でこのね日産プリンス東京ねかっこいいですよね。でこの GTR のねリアのバッジも非常に綺麗ですよ。でマフラーは50倍の社外品かなんかなんでしょうかね。このデュアルマフラーっていうのがかっこいい、それタコデュアルと言われるね改造ですよね。で赤色のスカイラインのマークはこれは GTR の証ですね。で室内もね綺麗ですね。まあ、ハコスカ GTR 純正のステアリングで、これ純正のシートですね。リクライン室内このねバケットシート、これめちゃくちゃ綺麗ですよ。これシート張り替えてるんじゃないでしょうかね。この当時のシートとの状態だったらちょっと申し訳ないんですけども、これね張り替えないとこの綺麗な状態はありえないと思っちゃうぐらいで、ね、めちゃくちゃ綺麗ですよ。ほらはい。でこのリクライニングしなくてね、これリアに乗るにはねこれがねガッてねこうこのリクライニングのこのままでガッてこの上に上がるんですね。でリアに乗り込むことができるんですね。当然ね S20 なんでスピードメーターは240キロ、タコメーターは1万回転という感じですね。でこの GTR これ後付けなんでしょうかね、クーラーついてますね。このクーラーはもともとはついてなかったんで、オプションなのか後付けで付けられたのかちょっとわかんないですけども、あそこについてるヒーターはクーラーはあれハコスカのやつですよね。ハコスカのクーラーですね。はい、非常に綺麗な内装、破れなんかないですよ。はい、でもちろん白ガラス、排出ガス対策済みって書いてますけども、実はねこれ対策されてないんですよ。このままでは車検が通らないんです、あの排ガス。なのでこの時代のねレーシングカーというか戦う車はね、先ほど紹介したアイドル HC 特殊といって、あのシールが貼っていて、で、まあ、排ガスがそのまま通らないんでね、
これですよね、アイドル HC 特殊ね。この車に指定された車は特別に車検が通るというね、排ガス検査にパスするようになっているんですね。その車種に選ばれているのがこの箱塚ケンメリ GTR なんですね。このバッジがね、まあ、オーナーズクラブのようなバッジがね貼られてますけども、これはどっかのねショップのバッジなんでしょうかね。というわけでね、非常に極上のねハコスカ GTR でしたね。皆さん、このチェリーのねエンジンルームね、ちょっとね変わってると思いませんか。そうなんです、これ横置きなんですよ。青空の下でね、この黄色に輝くランサーはね非常にかっこいいですよね。ね、同じ同一のオーナーさんですけども、好みがねここで分かりますよね。このオーナーさんのね、イスズのベレットがありますね。ベレット GTR タイプと言われるね、まあ、イスズの DOHC、 この当時のね DOHC っていうのはね、まあ、箱塚 GTR ぐらいですよ。これがね純正の、ベレットのホイールだったんですね。